午後8時、ちょうどの当選確実というようなことになりまして、まずは東京10区の皆さん関係者と有権者の皆様に、御礼を申し上げたいと思います。私をこういう形で、強く支援していただいた賜物と思います。まあ、それとともに、非常に今責任を、感じております。まさしくこれから東京10区私の政治活動が始まるこのスタートということで、ございますので、まあ、今後は一層ですね東京10区の皆様にいろんな形で教えていただくなりあるいは私の方も政治活動として、力を尽くしていきたいと思いますし特にこの豊島区高野区長のリーダーシップのもと東京都、そして国、そうした連携を保ちつつ地元の皆様のために一生懸命力を尽くしていきたいと思っております。そういうことで本日は本当にこういう形で早々に当選確実をいただいたということについて本当に心から皆様に御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。はい、では若狭勝さんにお聞きいたします。はい、ですね、まずこの東京10区選ばれましたけれども、はい、有権者はどんなところにズバリ期待をして若狭さんに託したというふうに受け止めていますか。そうですね、まあ、少なくとも私が訴えてきたこととしてはやはり東京都政と同じように、国の政治行政においてもしっかりと見ていってもらいたいということがまず総論としてあると思います。しかも東京都政の今やっと都民のもとに都政が戻ってきたいわば光が都民にために当てられてきているというその流れをですね都政を推進小池知事のもとで推進してもらうとともにその流れをやはり国政というところにもやはり及ぼしていただきたいというようなことがまずは総論としてはあったと思います。それからまあここの東京10区、まあ、ここは豊島ですが、まあ、豊島の問題はまあ消滅可能性都市と言われたことがございました。しかしながらそれをバネにしてですね高野区長のリーダーシップの下で今本当に豊島区は相当変わりつつあると。オリンピック・パラリンピックまでにおそらくこの豊島区は日本の中でも非常に着目が一掃されて羨ましがられるような都市に変わっていく非常にその可能性を秘めていると。で私は衆議院議員としてそうした国政の面からこの豊島区一層のですね豊かで輝く都市というものの、構築に力を尽くしたいということを訴えておりましたので、まあ、その辺の地域的な問題についても理解をしていただいたものと思っております。もう一つお聞きいたします。選挙戦を振り返っていただきますと小池都知事の、まあ、連日応援に駆けつけられて、まあ、全面的なバックアップを受けての選挙戦でした。それがこう結果に結びついたということも言えると思いますが、選挙戦はこの点はどのように振り返りますか。まあ、小池知事の、まあ、力があったのは、まあ、相当あったというのは、まあ、確かだと思います。ただ私個人としても非常に12日間、相当こまめに、狭いところも自転車で回るなどして一人一人の皆様に、心から誠心誠意訴えさせていただいたという選挙戦を通じてやってきました。その意味では私も非常に自分なりにやるだけのことはやったというその満足感というか充実感達成感はあります。国政に戻られて早速何から再開なのか始められたいというか思っていますか。いろいろな問題が山積しておりますが私は自分のこれまでの職業的な歴経歴からしてですね安心安全というものを非常に強く日頃から感じております。その意味では今直下型地震あるいは災害
それから悲しいかな大きなテロというのも想定されるところでございますので、まあ、そうした自分の知見、知識、能力をそうした安心安全というものに力を尽くしたいと思っております。ありがとうございました。若狭勝さんにお聞きをいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。